いいことあるぞー、ミスタードーナツ。いや、ドーナツじゃありません。くじまきです。はい、今日はですね、こちら、ドーナツファンタジーワールドってとこやってきました。なんでもドーナツが落ちてるからそれを食べちゃっていいらしいです。みんなドーナツ好きかい？好きな人は高評価、チャンネル登録よろしくね。じゃあ早速ね、探しに行きましょう。こういうところドーナツあるじゃん。これじゃないらしい。で、わかりやすいようにね、光ってる。ほら。これね。見たことある。目。ああ、大きいですねーっていう感じですね。さあ、全部でいくつあるんでしょうか。いっぱい食べちゃおう。全部で20個あるみたい。果たして全部見つけることができるかな？行きましょう。うわー、走れー。おー、美味しそう。なんかあれ、あー、こういった細かいところにあるんだね。このちっちゃいドーナツいいよね。いっぱいいろんな味食べれる。あ、味書いてあるじゃん。ダージリンミルクティー。チョコレート。ホワイトチョコ。あー、まあ、ホワイトチョコがいいな、これマッチは。ホワイトチョコ美味しいよね。また間にあったりする。うん、ちょっと待って。中入れるじゃん。あ、これ何？抹茶？抹茶だ。抹茶味のやつだ。あー、おこれ取ったやつだっけ？どれ取ったかわからなくなってくる。取ったやつか。よし、オッケー。次。結構順調じゃない？わー。絶対あるじゃん、上に。絶対上にあるパターンじゃん。待ってよ。こういったところにもあるんじゃない？上に登ってみたけど。あー、そっちにあるな。これに乗るじゃん。そうするとこっちに運んでくれて、あ、この細い道通れて、こう、あ、こっちから行けるじゃん。これ、そういう道行く必要はないじゃん。騙されるとこやった。さてと、まあ、高いところから見下ろしてもわかる気がする。こっちで、ちょっと OB だね。あったってやっぱり。うん。よし、ゲット。チョコかな、これは。あー、で、上から見下ろした感じ。ここないんだ。ありそうだけど。あ、なんか光ってるの見える。え、これむずくない？これ取っ手のところを歩いていけってことじゃない？うわ。やばいね、後半。で、こっちの像もないの？こんないっぱい積んであるのに？え、ほんとに？ん？いちごのところなんかあるな。で、ここからそっちに登る必要があるけど、これ多分、ここ、え、ここ乗って池ってこと？こうは、あ、池だく、あ、落ちた。ほい。あ、いけるわ。意外といけるわ。よし。で、これでまた上に登っていけば、オッケー、こう。うわ、意外と微妙に隙間あるから難しいぞ。あ、取った、オッケー、意外と簡単かなと思ったけどな。まあ、小島町ドーナツ愛はすごいからね。いけると思う。じゃあ次はそっちのデカドーナツのゾーンに行こうかな。でっかいの食えるんかな。あ、光ってんな、見てー。あ、ちっちゃいのあるじゃん。ちゃんとしたやつ。ちゃんとしたやつって言うとあれだけど。やっぱドーナツって言うと穴開いてるよね。あ、詰め合わせセットか。いいね。美味しそう。とりあえずこっちのゾーンに行こうか。クリアしていきたい。なさそうだ。ん？おるね、なんか。え、これこっちから行くんか。オッケー。よし。え、よく気づいたの、こっちまち今の。天才じゃない？え、こっちにはないのかな？ M。ミスタードーナツってこと？制作者さんの名前かもしれん。うわ、なんかありそう、こんなか。あるね。どうやって行くんだ？あ、ギリ登れそう。え、でも難しくない？え、これ多分、生き方間違ってる？こっちじゃないとしたら、あ、こっちだ。逆側から行ってたんだ。はい、ここゲットーン。で、さらに、こっちに、あるね。よし。なんか怪しいと思ったところに大体ある気がする。で、ここも登っていくじゃん。で、この中にもあるでしょ。ほら。順調。もうない？大体一角？なんか怪しいところに一個はあるみたいな感じだね。このパンいっちゃう？届けー！あ、届かんか。まだこの辺終わってないと思うんだよね。だって、登ってるの知らないし。これ届かないかな。あ、めっちゃ降りてくるじゃん。で、こっからヒュッてやって、バクッと。これもこれさっき食べなかった？なんか違うんかな。ストロベリーチョコレート。ああ、さっきラズベリー取ったんだ。ああ、なるほど。なんか、イチゴって思ってさ、食べてラズベリーだったときなんか、うわってならん？うわってならん？なんか酸っぱいって。え、これ下にある。よっしゃ、オッケー。さてと、こんなもんかな、このゾーンは。じゃあ別のゾーンを移動しますかね。次はこのね、これなんていうの？これドーナツなんだ。あ、確かになんかドーナツで何本か入りのパン売ったら、パンって言っちゃったけど。売ったら売ったる。ちぎりねじれドーナツかな。あ、あっち光ってんのみっけー。ほい。ほい。うわ、これちょっといやらしいね。同じ色だから分かりづらくしてやるじゃん。さて、残り何個だい？あと7個か。あと7個ね。あと行ってない人どこだろう？結構見回った気がするけどね。あー、この丸いの。これ王道ザ・ドーナツって感じのやつだね。え、これ、え？一周してる？あ、こっちから行った方がいいか。なんでくるって回ってんだの。あ、これ、途中見てたやつだ。これ難しいよ、絶対。この細いところ行けってことでしょ？え、ふい、取れた！よっしゃー。あ、意外といけたわ。え、まさか一発成功するとは思わなかったし。え、でもさ、まだゲット、え、終わってないってこと？あと6個あるらしいけど。あ、でもさ、ドーナツ同じやつのところにあるから、例えばこれホワイトチョコレートドーナツ丸いやつの近くにあるはず。っていう風に考えられる。ホワイトチョコって言えばこれでしょ？で、ここにはなさそうだから、そっちのホワイトチョコってことかな？え、取らなかったホワイトチョコ？あ、違うか。あ、ほんとだったあったあった。ほら。こんな感じで探していくと楽かもしれない。さ、他は？ホワイトチョコレート、イチゴとパイナップルなんか美味しそうなやつあるね。で、これは、これか？あ、これだ。え、いなくない？ん？あれ？ここおった？え、なくない？下？どこかに隠してあるってことかい？それか、もしかしてこれ下？うわ、下だ。下にある。で、次、これ。あ？押したらヒント出てきた。さらに課金するとなんだ、場所わかるんかな？ヒント、塀のそばだって。ホワイトチョコレートと、ハート型のラズベリー。ってことは、ん？塀ってこれのこと？もしかして。え？塀の外にある？もしかして。もしかして。あるか？ここにあるってこと？いや、でもない、なくない？いや、ないよ。え、なんか勘違いしたかな？あ、ごめん。塀の外じゃなくて塀のそばにって書いてあるわ。塀のそばか。で、おそらく見た目はね、これだと思う。これの見た目だと思うから、塀のそばって言ったらこの辺？むむ。ちょっとわからん。飛ばす？一旦飛ばすか？別の場所かもしれないから、場所飛ばして、次ピスタチオのやつ見つけよう。これ、ピスタチオ。ピスタチオここにもあるけど、ここにはない。下にはない。まあ、こっちのゾーンじゃなくて、他にもあるもんね。こっち側とか。それ取ったもんね、下の。だから、こっち見てなくない？ここなんかあったっけ？これ取ってなかったんだ。で、次はストロベリーのやつ。ストロベリーのソースかけだからこれだ。でも近くもなくない？他に置いてある場所あったっけ？じゃあヒントは同じドーナツの穴の中にって書いてあるから簡単よりなんだ。穴の中にあるのは簡単でしょ。え？もしかしてこれ上に登っていくパターンのやつ？そんな気がしてきた。うわぁ、登るんか。わあ、見逃してしまったのがもったいなかったな。さっき登っときは楽だったかも。ほい、登れた。ん？でもここしかないもんね。で、さらに奥には行けないと。なくない？同じドーナツの穴の中ないっすね。ここ何もなかったんだっけ？怪しくない？あ、これ取ったんか。はい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 。大体見回ったけどね。ちょっと待って、一個怪しい場所あるな。これ、なんかここだけ草ある。なんでなんかあるこの辺。うわ、あるわ。あったわ。アールグレイ。これ、何ヒント？ん？つかむ？あ、食えるじゃん。そんなことできたんか。わあ、先ヒント見たかった。なんて書いてあったんだろうね。で、これ戻れるようにしてあるんだ。へえ。いや、これわからんやろ。ドーナツ近くになくない？そういうギミックもあるパターン？これ今草があったから分かったんだよな。草なかったら分からなかったけん。あと2個のドーナツたちが見つかってないんだよね。塀のそばと、これね、塀のそばと、まあ同じドーナツの穴の中って書いてあるんだけど、今塀のそばを見て回ってる一応。とりあえずもう一回ドーナツのやつ見てみよう。これなんよ、これ。探してんの。あれ？あるやん。あれ？ありましたね。なんで？なんで？これ待って、見てなかったっけ？あれ？じゃあ、あとラスト1個だね。塀のそばにあるらしい。塀。いや、絶対これ怪しいって。塀のそば？外？ないよね。ないもんね、ほら。あー、一周ね、今、塀の外側してみたけど、見つからんかったわ。ってことは、やっぱ中ってこと？あったー。嘘やん。一回外見回ったんだけどね。あれ？というわけで見つけました。あそこにいるわ。なんで見つけきったかっていうとね、ここの箱だけさ、なんもないんだよ。絶対ね、区画にはね、ドーナツいるんだけど、ここだけね、なんか無駄に置いてあったから、怪しいなと思って登ってみたらさ、おったわ。なんでこれ気づかなかったんだ？よっしゃー！コンプリート！空飛ぶ絨毯ゲットできた。おー！なんかすごいことになってる、こいつまち。なにこれ？よしよしよし。よーい。やったー！よし。というわけで、こじまち、無事クリアしました。おめでとうございます。書いてあるね。降りると変なことになるわ、こじまち。で、乗り方下手くそよね。はい、といったところで、無事全部見つけられました。時間かかったな。最後のこいつにね、すごく時間かかりました。他は簡単だったんだけどな。お、写真モードあるじゃん。おー、ビビッと。あ、エモードできる。あ、これいいね。あ、何食べてんだ。食べちゃった。どうしよう。食べる予定じゃなかったのに。こうやって掴むことができて、そして、ここのカメラボタンでこうやってできて、で、ポーズを取ると、さっきのやっぱ一番良くない？おお。これよ、これ。オッケー。サムネかな？面白い。いろいろポーズあっちゃー。ほう。では終わるか。